はい。それでは、1位回を持つ連立1方程式を基本変形によって解くという問題を考えてみましょう。例として、このような方程式を考えることにします。はい。で、これの拡大係数行列をもう A とします。まあ、A ちょろんと書いたりするんですけども、もうここでは拡大係数行列しか使わないので、簡単のために A と書いておきますけども、ですから、一応、ここが点々点があって、この、ここの部分がイコールの右側のなすベクトルになっているということですね。 はいではこれをですね基本変形していきますはいまああのもしよかったら自分でこの問題をちょっとやってみてくださいこれを基本変形して階段行列に変形するということをやってくださいそれではやっていきましょうまずですね1を作るということをやります325ですから3から2を引けば1になるので1行目から2行目をまず引いておきますそうするとここに1ができますのでこの1を使って吐き出していきます そうするとここが1になるのでまたこの1を使って吐き出すんですがこの1を使って上も吐き出してしまいますいいでしょうか上も吐き出してしまいますそうすると、まあ、ここちょっとマイナス7でまあ先ちょっと割ってるわけですね、まあ、別に割らなくてもそのままいけばいいんですけどもはいでそうするとこの1を使ってこういうふうに基本変形できて全部上も吐き出していきますとここマイナス28マイナス28大きな数なんですけどもマイナス28で割れば0011ですね でこの1を使ってこの3列目も下もうこれで階段行列になったわけですけども上の方も吐き出してしまいますここも吐き出しをしますそうするとこういうふうになりますねはいということでこのこういう階段行列が得られたわけですけども、はい、拡大係数行列を行に関して基本変形するという操作は元に戻すことができるということは方程式で言うと同時変形になっているということでした はい、ですからこれをまあ方程式に戻して最後答えを確かめてみましょうこの1行目の意味するところは x イコール2という意味ですね2行目の意味,意味するところは y イコールマイナス13行目の意味するところは z イコール1ということでこの方程式の解が得られたわけですねこれどう,どうしてこういうふうに方程式が得られたか解が得られたかっていうとここも この部分、この部分を全部ゼロにしたからですね、これは要するに階段行列にするだけではなくて、上の方も吐き出すという変形をしたおかげで、このように方程式の解が求まるという状態になったわけですね。はい、ということで、つまり IJ 成分による J 列の吐き出し、完全な吐き出しですね、によって I 行以外全てゼロにするという操作をすれば、これはこのようにすることによって、 前回もちょっと言いましたけれども、飛躍階段行列、あるいは行間役行列と言われる形にすることによって、まあ、1位階を持つ場合は、えー、不定階を持つ場合はまたあ次回以降やりますけれども、1位階を持つ場合はこのように一気にこう方程式の階が求まってしまうということになるんですね。で、この場合、まあ、係数行列の部分が、この係数行列の部分ですね、えー、最初のこの3列の部分が単位行列になっていると、 解はただつつ持つということがまあ分かるわけですねとということで、えー、同じような問題ちょっと変数の数が増えてますけどもこの問題を拡大係数行列を使って基本変形を使ってやってくださいで時々連立一致方程式を解けというとですねあの基本変形を使わずに行列を使わずに、まあ、中学生方式で、えー、解く人がいるんですけども途中で中学生方式を使ってはこれ線形代数ではありませんので線形代数の授業である以上必ず行列を使って解いてくださいはいそれではやってみましょう はい。それでは、回答例を、このえー、出しておきます。まあ、ここが、係数行列、A チルダって書いてありますけども、まあ、A でいいですけども、まあ、とりあえず、拡大係数行列ですね。はい。拡大係数行列をこ、えーえー、このように、えー、取りました。え、このように、え、XYZW、XYZW っていう変数の順序は、ちゃんとお、これは覚えておかなきゃいけない,いですね。はい。ということで、この XYZW に関する、 連立一方程式の拡大係数行列を行に関して基本変形していきます。そうするとですね、まず、これ1を作ってますね。これどうやって1作ったのかな。2行目から1行目引、3行目引いたものを1行目に持ってきて、この1行目を行4行目に持ってきて、ちょっとこれ途中結構ステップ数多いですけども、まあ皆さん好きな方法でやってください,、はい。基本変形のやり方はいろんなやり方が当然ありますので、まあこれはあくまで一例ということで、 はい、でこの3行目はそのまま2行目に来てますね。で4行目はそのまま3行目に来てますね。はい。ということで、まあ、基本変形で,でしていくとまあこういうふうになりますと。でまずこういうふうになってこの部分に注目してこの1を使って下を吐き出してで次にこの 3, 3列目ですね3列目の3行目以降を注目すると5、1なのでこれ入れ替えて1を作って吐き出すというふうにやっていくと 結局こういうふうになりますと。はい。そうするとこの場合ですね、この係数行列の最初の4列の部分が単位行列になっているということですね。はい。1、1、1、1と並んでいて単位行列になっています。で従って x、x イコール1 y、y イコールマイナス3 z、z イコール2 w、w イコール1という形で解が得られるということになるわけですね。はい。ということでこれが答えということになります。 でちなみにですね、この係数行列、この部分の係数行列と、この解のベクトル、解ベクトルですね、1-321というのをかけて、右辺ベクトル、これになるということを確かめてください。すなわち、ax イコール b を、え、顕在してください。はい。これも行列とベクトルの積で、こうなるということをね、まあ、確かめるということですね。 はい。まあ、ちなみに、まあ、検算としては、これは、あの、一時結合になりましたから、ベクトルとの積一時結合になるっていう話をやりましたので、えー、例えば、5、3、2、4から、3倍の30二15マイナス9を引いて、で、えー、3列目の2倍、マイナス2、4、6、4を足して、最後、4列目を足すと、2、5、3、マイナス5を足すと。で、結果としてこのベクトルになればいいわけですね。はい。まあ、検算は皆さんちょっとやってみてください。 以上で解説を終わります。